長野市の県道で軽自動車とバイク3台が衝突する事故があり、4人が怪我をして病院に搬送されました。事故があった道路はカーブが続いている坂道です。ぶつかった車の前方は大きく壊れてしまっています。午後0時半ごろ、長野市北郷の通称浅川ループラインで K1 ボックスカーと大型バイク3台が衝突しました。この事故でバイク運転の男性3人と K1 ボックスカー運転の男性合わせて4人が怪我をし病院に搬送されました。このうちバイクを運転の55歳の男性は搬送時に意識が朦朧とした状態だったということです。バイクの男性たちは数台でツーリング中でした。警察はどちらかが対向車線へはみ出したとみて事故原因を調べています。